に大きくパートに承認いただくことになりまして、大好評でした。日本は私にとっては第二ふるさとですね。今、アメリカ住んでるんだけど、日本の方がずっと、長いですね。昔、私は最初、立ち見せてたんで、だからこの辺りよく知ってます。エナチョラートとか、昔、4毎日行きましてね、滋賀のさんも、本当に古い友達でね、今日も久しぶりに会いまして、本当に嬉しいです。岩村は私多分初めてのコンサートですね。今日はね、ちょっとこの古い町少し歩いて、会場まで来て、本当に素晴らしい町ですね。昔の家いっぱい残って、退治して、本当に日本の文化、すごく感じますね。私、アメリカに行ってたから、でも、また日本大好きでね、まずはね、日本の食べ物大好きです。いつもアメリカに戻ってから、まず日本のお寿司とか、刺身とか、お蕎麦食べて、それから必ず温泉に行って、アメリカはあまりないからね、アメリカの食べ物はあまり美味しくないからね、やっぱり、年に1000分以下、日本戻ったりですね。本当に日本大好きで、今日も友達一緒に、ね、朝早めに起きて、この、外で散歩して、本当に素晴らしいところですね。少年年取ったらここ住もうかなと思います。本当に素晴らしいところです。